まさかあのリヴァイ兵士長が合同訓練を監督してくれるなんて。いいとこ見せねえと。あの人に認められれば早く昇格できるかもしれねえ。壁内全土から集められてるから知らない顔が多いね。ったくあいつらのんきだな。こう焦って変な動きでもされたら連携取れねえぞ。邪魔しないでよね。私の獲物よ。うるせえ。手柄は俺のもんだ。訓練は中止だ。しかし訓練はまだ始まってすら。全員解散しろ。リヴァイ兵長は勝手だ。訓練を任されたからには最後までやり通す義務がある。多分僕たちが兵長にいいところを見せようとして協調性のないことばかり言ってたから呆れちゃったんだよ。そう、呆れる気持ちもわかるけど、それとこれとは別の問題。それくらいリヴァイ兵長もわかっているはず。まあここで話していても仕方ねえよ。とりあえず今日はもう兵舎に戻ろうぜ。お前か。なんだ、さっさと帰れ。あのクソみてえな訓練を続けたところで、それに何の意味がある？もしかするとお前やエレンには技術や戦術よりも先に指導してやるべきことがあるのかもしれねえな。安心しろ、エルヴィンの命令である以上指導は続ける。次は壁外任務に連れて行く。巨人の殺し方を教えてやる。後から来てくれやいい。一緒に行かせてくれ。よろしくな。私も行こう。指導の教材にするにはクソすぎる状況だな。私も行くよ。おい、ビビって嫌がるのか。ちっ、目を上げるのは勝手だ。エルヴィンたちの期待を裏切るんじゃねえぞ。巨人どもに殺されずに生き残れ。それが最低限の課題だ。しっかり頼むぜ。拠点はここだね。どうもすみません。まだ戦えるな。さっさと行け。こんなもんか。応援団やばいってことだよな。片付けよう。よろしくな。やるぜ。しっかり頼むぜ。相手になるよ。ありがとうリヴァイ、お前がいてくれて助かった。お前をここで死なせたら死んでいった奴らに合わせる顔がねえだろ。どうなったんや。片付けよう。あの縁だ。救援要請か。こんなもんだ。よっと、よろしくな。そうだよ。やるよ。次だ。
ねえが、俺と同じぐらいにはやるやつだな。相手になるよ、しっかり頼むぜ。よっと、だっせ、よっと、討伐完了。はすみません、助かりました。心臓は一つだ、死に時を見誤るな。相手になるよ。よっ、次だ。よっと、あの巨人は新兵の手に余り、やるか。コニー、よろしくな。分かったぜ。団長、頼みます。ああ、承知した。よっどうだ。このまま。やるよ、相手になるよ。始末してやる。拠点を作ってくれ。片付けよう。こんなもんか。よっと、拠点は頼んだ。何、あの巨人怖いよ。このまま落とした。ヘッド任せます。そうな感じは。ほう、まだ青いが動きそのものは悪くねえようだ。どうやらお前を指導しろというエルヴィンの命令は正しかったようだな。少し厳しい指導内容かとも思ったが、食らいついてきたようだな。いや、これぐらいじゃねえと指導のしがいがねえ。今後も励めよ。これでもてめえには期待してるんだ。がっかりさせるんじゃねえぞ。